こんにちは。エステティシャンの映画だ話。今日はスパイの妻についておしゃべりしていきたいと思います。でこちらは10月16日から劇場公開されておりまして、えー、2020年6月に NHKBS8K で放送された黒沢清監督、葵優主演の同名ドラマをスクリーンサイズや 式場を新たにした劇場版として劇場公開されているもので、えー、あらすじが、1940年の満州、恐ろしい国家機密を偶然知ってしまった優作は、正義のためにその天,天末を世に知らしめようとする。夫が反逆者と疑われる中、妻の里子はスパイの妻と罵られようとも、愛する夫を信じて、共に生きようと、生きることを心に誓う。 そんな二人の運命を太平洋戦争開戦間近の日本という時代の大きな荒波が飲み込んでいく。ということで、青井優と高橋一世がロマンス道路に続いて夫婦役を演じたほか、東出正宏、笹野高橋らが顔を揃えるということで、えー、これがですね、まあ、なんとも変わった話で、 えー、ま、ま、結構こう、ミステリーってい、まあ、時代劇ミステリーみたいな感じで、まあ、その評価してる人もいるんですけど、パンフレットにも書かれてたんですが、まあ、本当に、えー、そういう感じで、その昭和初期の、あのー、映画、オズ映画とか出てくるような、えー、喋り方を葵さんはあえてしてるんですよね、その、つまり、 あの、早口。よくユリアン・レトリーバーとかが真似している早口の、なんてチャキチャキした喋り方とかっていうのを、あえてやったりとか、えー、ちょっとロマンチックなこのね、夫婦のこの、なんかちょっと踊、踊っちゃうみたいな感じとか、ちょっとその、こんな言い方今しないだろうな、みたいな、なんかそのロマンチックな言い回し、なんか夢みたいこんなの、みたいな、なんかこういう、あえてちょっと非現実的な要素を、 えー、会話をすることによってちょっと時代劇感を出していて、まあ、そこも変わってるんですけど、そのミステリーの部分で、えー、結構先が読めないんですよね、本当に。これどうなっていくんだろうっていう感じがあるので、えー、私自身よくあんまりこう、なんか、なんとなくの感じで、えー、映画館見に行ったので、 何これ一体絶対どうなるんだって、結構ハラハラというかこう、まあ楽しみながら見たので、えー、もしですね、そういうふうに見たいっていう方がいたら、あの、ネタバレはこの後、まあ考えしていきますので、あの、聞かずにご覧になった方がいいと思います。ということで、えー まずですね、ネタバレしながら喋っていきますと、そのお恐ろしい国家機密っていうのはですね、要はその人体実験を関東部がしていたと。で、えー、それを詳細に書いたノートと、それを英文に訳したノートと、プラス、そのフィルムで、そのなんか人体実験してる様子を写したもの、フィルムであって、で、それをアメリカに 渡したらアメリカがきっと日本に対してあの戦線復とかその本気でこう乗り出してくるだろうと。で、そしたらアメリカが本気で乗り出してきたらあの日本は戦争に負けて、で、日本が戦争に負ければそういった人体実験が行われなくなると。それも終わると。いうのをもうとにかく人体実験を遅らせたいなと。日本が負けてたくさんの人が死のう。 死んでも、その、いいからって言ったら変ですけど、悪行をするぐらいだったみたいな感じなんですよね。だったっていうことで、そのアメリカに持って行こうと。でも、まあその、憲兵隊とか、その東出正宏がまあ憲兵隊の役なんですけど、まあ結構こう、監視されたりしてて、って、どうやってまあその目をかいくぐってアメリカに行こうかみたいな話なんですけれども、まずですね、あの、 いや、そんな日本軍がかん人体実験してるくらいでアメリカは多分戦争仕掛けてこないっていうか、あの、まあ、理由の一個にはなるかもしれないですけど、それだけではゆやってこないというか、まあ、得にならないことはやらないでしょうから、アメリカっていう国だから、そこは、まあ、理由付けとしては、 うんどうなんだろうっていう疑問はありましたが、先ほど言ったように、まあ時代劇な感じは強いので、その、いかにもその、まあ、他の戦争映画というか戦争を題材にした映画みたいに、まあリアリティをもうめちゃくちゃ追求してるっていう作りではないので、まあ、まあそこはまあ、はいはい、わかりました。うん。そういうことも。 そういう世界観でやっていくんですねっていうことで、まあそこは納得なんですけれども、えー、驚いたのがですね、あのー、えー、と、その、満州にい行ったのが、その高橋一世とその甥いっ子と二人で行ったんですね。で、老いっ子もその、っがその人体実験の詳細を英文に直してノートに書き写したんですけれども、で、それを知った里子は、 じゃあその安全に、安全にというか、まあその、憲兵隊に目をつけられてるからそもそも、その目をそらすために、老いっ子を売るわけです。老いっ子が、なんかそのノートを、満週か持ってきましたわ、つって、いうことで、で、老いっ子は、めちゃめちゃ憲兵隊の人に締め上げられるっていうか、爪を剥がされたとかしてるんですけど、して拷問にあって捕まって、でも、 高橋一世のことは言わずに、いや、自分一人で満州から持ってきましたと。高橋一世関係ありませんと。言って、まあ、高橋一世何もと亀なしだったんですけど、まあ、その佐青子、ゆ優さんですね、それが狙いだったと。絶対、甥いっ子は高橋一世のことを売らないから、だから、あの、あえて犠牲になってもらったと。で、大きなね、待望を成し遂げるには、 犠牲は付き物みたいなことを言うんです。でまず、まあ、これが驚きなわけですよね。まあ、なんか、まあまあ、そもそも高橋先生は、まあ、その人体実験をやんびさせるために,に日本が敗戦していいっていう考えなんで、まあ、その、まあ、同じ台にはあるんですけれども、まあ、そこに乗っかるんだっていうところも驚きなんですが、で、よし、わかったっつって、で、高橋先生と青い家で準備するんですよ。 そのアメリカにね、その人体実験の証拠を持っていくために。で、いよいよ、じゃあもうアメリカに繰り出すとなった時に、ちょっとその、高石一世は、上海に一回寄ってもう一個ちょっと証拠をね、より、その、正確に、あの、鮮明に映ってるフィルムがあるから、それを上海に取りに行かなきゃいけないと。知り合いに預けてるから。だから、えー、青井優は貨物船に乗って、先にアメリカに行っててくれと。で、 あの、分け分け、分かれ分かれで行くんですけど、貨物船に隠れてたら、憲兵隊がやってきちゃうんですよ。で、密告があったと。で、その密告は高橋一世がしてるんですね。で、よくよく話を、話していくかその見てみると、その、青井優が持ってたその証拠のフィルムは、以前、その、忘年会用に高橋一世が撮った青井優が映ってるその、ショートフィルムというかね、そういう、なんか自作、 映画みたいなやつだったんで、あ、じゃあそれは反逆罪ではないですね。密航しようとしただけですねっていうことで、まあ、お咎がめなしというか、えー、そういう感じで、で、自分一人で危険を犯そうと。いうことで、あの、上海からなんかインドに渡ってみたいな、そこからアメリカ行ってみたいな、なんかそういうのをやって、どうやらね、人づちに。っていうことで、 で、最後まで出てこないんですよ。その、わ、別れ別れで、港のとこで。じゃあ、ちょっともうアメリカで会おうなって言って、か会わない、ね。そっから最後まで出てこなくて。で、最後に、その字幕で、その終戦の翌年に、高橋一生の、その死亡、父届、診断書が見つかったと。で、その、だが、その死亡診断書は、偽造されてた痕跡があった。 で、その数ヶ月後かなで、青い優はアメリカに立ったみたいな終わり方してて。えっていう。で、なんでえっていうかっていうと、その、その前に、あの、青い優は散々、あの、言ってんですよ、高橋先生もう自分は危険な目にあってもいいと。とそう、そのス、スパイの妻と罵しられようとも、その拷問されてもいいんだと。 あなたと離れることが嫌なん離れたくないんです。って散々言ってって、で、その時に確かに高橋一世は、いや、その甥いっ子とね、俺は今離れてるけれども、甥いっ子はその捕まってるから。でも、その物理的な距離があっても、心の絆より深まったと思うんだ。みたいなこと言ってて、まあその伏線を張ってあるっていうか、その匂わせてるんですけど、 いや、でもさ、っていう。あんなに離れたくないって言ってたのに、奥さんのこと置いてくんだ、っていう。いや、なんか変わった人、っていう、ね、なんか、その、だから、なんていうか、その戦争、怖いですね。その、自由がない。で、嫌ですね、っていうメッセージはめちゃくちゃ出てるんですよ。憲兵隊の人たち、怖いし。 拷問のシーンとか、わってね、その爪を剥がしてるシーンはないんですよ。ここから剥がしてるシーンはないんですけど、その、人影越しになんかこう、なんかペンチみたいな、なんですか、持って取ろうとしてるみたいな姿見えるんで、いや怖いなって思うんですけど、それよりも、なんだこの夫婦っていう、変な夫婦っていう方が、 で、一回も高橋って最後まで出てこないんだっていう。あんなになんか、仲むつまちくしてたのにっていう。やりたいことやってるっていうか、その感じが、すごい不思議というか、いや、面白いんですよ。面白いんですけど、変わってんなーっていう印象が強くて。だから、その戦争を題材にしてるんですけど、 いわゆるそういうね、なんか海外でもあるような感じとはまた違う。別にな、感動はしないっていう、なんかその、へえ本当にただミステリーとして、面白いっていうか、あ、もう先読めないよね、先読めたように。えっていうプラス、何この人っていう。な、そう。 その不思議さがすごくて、いや、変わってましたね。変わってるし、やっぱ、清は変わって、清監督は変わってますし、まあ、このね、えー、共同確保してる浜口さんって、あの、寝ても覚めてもの、えー、監督と野原さんという方が、3人で書いてるんですけど、皆さんやっぱ変わってるんだなっていうね、えー、感じですごいなんか、うん。 面白かったですので。いや、なんか、で、予算がね、なんかその歌丸さんとのインタビューでも話してましたけど、予算があんまりないっていうことで、いだてのセット使ったりとかね、あの、してるっていうことなんですけど、だからその派手なそのシーンとかないんですよ。戦争のね、そうガサガサ戦ってるシーンとかないですし、し、本当に限られた、えー、セットの中でやってるんですけど、でも全然ハラハラ感とか、 さっきも申しましたように、その拷問のシーンとか全然怖かったですよ。もう血とかないんですけど、その、その吐いた爪の使い方とか、見事な、やっぱりその、クリーピーの時とかもそうでしたけど、残酷なシーン、いかにも残酷なシーンはないんですけど、そ、そこを想像させる力っていうのが、やっぱ黒沢清史監督はすごいなっていうのが、 えー、改めて思いましたし、以前にも言いましたけど、散歩する侵略者なんか、怖くて途中で見れてないです。あの、記憶をね、ピシッって、あの、持ってるその人が今まで培ってきた記憶を全部ごっそり取るっていうシーンがあるんですけど、それも、なんか、ピーみたいな、ピー、おでこかな,かなピーって触って、取っちゃうんです、ね。で、ツーって涙が出て、 そしたらもその人の記憶というか大事なものとか全部そのもらっちゃいましたよっていう合図なんですけど、そのシーンが、とかもめちゃくちゃ怖いっていうかもう気分が悪いっていうか、それだけなのに。そういう、それをさせる力が本当に強いくて、だからその、このことを考えた時に、あの、マスク、 最近皆さんマスクしてると思うんですけど、マスクで目しか見えないと、こういう状態だと、勝手にこう見たときに人間の脳が保管するらしいんですね。こ、ここの見えてない部分はこうなんじゃないか。まあ多分自分の好きなタイプの,あの形、鼻だったり口だったり輪郭を。で、だからマスク取ったときに印象が違うと、えってなるっていうのを、なんか保管効果みたいな感じ言うんですけど、まさに 黒沢九史監督は、その、保管を、人間の持つその、保管という能力を最大限に引き出す監督なんだなっていうのを改めて思って、だからクリーピーも,も、なんか、すごい気持ち悪かったし、いい意味でね。あの、それは成功してるってことなんですけど、いや、すごかった。 やっぱり、すごい監督だし、寝ても覚めてもの監督もめちゃくちゃ変わってるんだなと思いましたし、うん。そうですね。っていう感じでしたね。で、あと、やっぱりその最初に申し上げた、そのオズ時代のあの、女優さんの喋り方って、やっぱり難しいんだなって、青優さんとかこう、演技上手いっていうことでね、定用ありますけれども、それでもやっぱりこう、 慣れてない感じというか、まあ、あえてそうしてるのかもしれないんですけど、ね、やっぱりその時代の女優さんとかの感じではなかったというか、だったんで、ああ、難しいんだなっていうふうに思いましたね。はい。で、あとそうそうそう、あとはマリアンヌっていう絵がありますけれども、あれは本当に、えー、奥さんがはスパイ役なんですけど、 あれとは本当真逆ですね。あの、ブラピがね、マリオン・コティアール、スパイの妻、本当のスパイをやって奥さんを、スパイじゃないって証明したいがために、あの、いろんな人を犠牲にする映画で、私本当にあの映画好きじゃないんですけど、言い,いかけにしよと思って <laughs> 好きじゃないんですけど、あれはもう奥さんのためにもう、いろんなものを犠牲にする映画でしたけど、これは真逆でね、 奥さんの青い優は俺の気持ち分かってくれてるっていうので、いろんな形の愛ってあるんだなっていうね、思いました。はい。ということで、え皆さん機会があったらちょっとぜひ、115分、なのでそんなに長くない映画なんですけれども、あの、すごい変わってる映画なのでぜひ見ていただきたいなと思います。またなんか、 上げていきたいと思います。終わりです。